はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、いわき小名浜港に来ております。天気もいいしさ、海もめちゃくちゃ綺麗。昨日ですね、多分前回の動画で上がってるかと思います、ホットドッグ大会を仙台の方でねやってきまして、今日は帰り道道中でですね、いわきの方に寄らせていただきました。で、本日ですね、食べていくお店がお食事どころ大和屋さんということで、すでにお店到着しております。本日はですね、こちらのお店にカレーのチャレンジメニューがあると情報を伺いまして訪れております。とは言ってもちょっと僕もね、条件があんまり分かってないとにかくですね、今カレーが食べたい気分なので、こちらの大和屋さんでねカレーを食べようと思ったぐらいの感じなので、ちょっとね条件が分かりませんが、それではね早速お店に伺って、そちらのチャレンジ食べていこうと思います。ということで、すでにですね、もう大和屋さんの店内に入っております。チャレンジメニューはすでにね、もちろん注文してあります。ただですね、まだ条件が分かりませんなのでね、メニューが到着次第、まあ、ちょっとね確認して皆様にご説明ができればと思います。いや、それにしてもね、今回はカレーのチャレンジなんだけど、やっぱりねこの漁港の近くということで、海鮮系のねメニューが豊富なんですよ。こんな感じでね、常時あるメニューは結構多くてですね、まあ、海鮮がかなりあって、お肉の定食とかカレーがある感じなんですけれども、ね、これみんなに見てほしいんですよ。すごくないですか。午前10時まで440円で鮭がついてて TKG し放題っていう、めちゃくちゃうまそう。さっきねちょっとネットで調べてたら、小名浜マリンタワー丼っていうすごいマグロのタワー丼があるらしいので、ちょっと余裕あったらそれ食べようかなでもやっぱり実物大きいですねなんか3秒前かなんかからで、なんか合図いただいても大丈夫ですか。はいはい、いただきます。いただきます。はい、いただきます。ということで、ちょっとね、もう、あります。料理がね、来てしまったので、なかなかちょっと説明ができなかったんですけれども、もうこのカレー、やばいみたいですね。ご飯だけで2キロあるということで、じゃあね、ルーもおかわり自由みたいでして、まあ、このね、サラダとか付け合わせも完食で成功みたいでございます。非常に制限時間のごめん40分なんだよねいや、まあでもこれで40分だったらいけそうだねちょっとカレーがいただきます。いや、うわー、もうルーが溢れてるよ。うまそういただきます。うわー、食いたいものが食える幸せ、やばいな。あ、見て、いや、カレーうまっめちゃくちゃうまいな。あ、しかもまた出来たって熱々よ。これもう湯気移ってるかなあとさ、目の前が漁港でさ、海が広がってるの、いい景色を見てさ、美味しい料理を食べる、最高ですよねちょっと3個も入ってるんで、贅沢にこれ卵いっちゃっていいですか。おいしいな、卵カレーうまちょっとチャレンジが始まってしまったので、いつもやってるベジファーストを忘れておりました。せっかくのサラダいただいてますんで、うん、でも本当僕もさ、編集してて思うんですけど、みんなもこの光景見慣れすぎて、これがねとんでもなくでかいメニューだってことを忘れますよね
僕が頼むいつものサイズだと思われるとあれなんですけど、これめちゃくちゃでかいですからね。これでやっとこう飛び出てたね、ご飯の分ぐらいは食べたかな。あとはそこに沈んでる部分だね。だからそこの方が多分量多いから出てたのは本当氷山の一角よ。そしたらこの辺りで具材で乗っかっております。もう唐揚げいってみましょう。ちょっと見えるかな、この唐揚げもね。またこのカレーとは別にこの唐揚げ定食のチャレンジもあるぐらい多分ね、お店ではこう推しのメニューだと思います。いただきます。うまっ、うん、うわうまっ、肉やらかっ、うん、結構ね、ニンニクががっつりと効いててこうスタミナ系の唐揚げなんだけど、それがね、カレーにすげえ合うわ。じゃあ続いてこのナンバー2の揚げ物、ハムカツいってみましょうか。うまっ、うまっ、うん、で単体でハムカツでもうまいけど、これハムカツカレーでいってみます。うまっ、熱々でうまいなこれ。でもこんな感じでね、傘も半分ぐらいになりましたね。ちょっとね、僕の見通しが甘かったわ。カレーが熱すぎて飲まないかなと思ったんだけど、一杯飲んじゃいまして、ちょっとね、お水とかはセルフサービスなのでチャレンジ中なんですけど、ちょっとお水取ってきます。ただね、チャレンジ中なので不正だと思われないようにちゃんとね、取りながら水お代わりしに行きましょう。参りましたよ。そしたらね、戻ってきたところでご飯も少なくなってきましたんで、味変のね、ラッカケ福神漬けいただきましょうか。福神漬けに、ラッキョウと、そのカレーの福神漬けとかラッキョウめっちゃ好きなんだよね。懐かしいよ、なんか家カレーに近いようなね、懐かしさのあるカレーでさ、
ものすごくこのらっきょうとか福神漬け合うよ。いやこれすごいわ、ずっと熱い。ずっとこの熱々のルーに入ってるからさ、じゃがいもが爆弾だわ。これなんだかんださ、中央にお米があったじゃない。で周りがルーだから、お米があれ2キロあるとしたら、多分ねルーね3キロ近くあると思うんだよね。多分このチャレンジ4級どころじゃないかもしれない。すげえ古いもん、そしたらこれがね、最後の一口ですね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。多い。ということですね、ただいま、こんな感じでございますね。記録が34分と40秒ということで、改めてごちそうさまでした。正直想像よりもめちゃくちゃ多かったです。昨日のねホットドッグのダメージが残ってるとはいえ、かなりきついチャレンジでございました。ただね本当にいわゆるおうちカレーのような懐かしいね美味しいカレーですので、ぜひね皆さんもチャレンジではなくてね、通常のカレーも食べてほしいなと思いますし、海鮮類のね丼物だったりとか、いろんな揚げ物だったりとか、いわゆる港ならではの美味しい料理もたくさんございますので、ぜひねそちらの料理食べに来てみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。どんな動画と思ったらチャンネル登録コメント高評価、またですね最近ではサブチャンネルでも活動を始めておりますので、そちらは概要欄の方からチェックしてください。ということで次の動画でお会いしましょう。じゃあね。ごめん、ちょっと今ね、もうエンディング閉めた後なんだけど、驚きのことがありまして、まず驚きの一つ目、お土産せっかくだから持ってってと、社長さんからね、ありがたいお言葉をいただきまして、唐揚げ弁当いただいたんだけど、ちょっとこれ見えるかな？蓋が閉まんないぐらい、超デカ盛りの唐揚げ弁当。これが別に特別とかじゃなくて、通常でもね、540円で、販売してるらしい。もうねそれだけでやばいんだけど、もちろんね、で今回も、まあ、チャレンジ成功したんですが、お支払いはねいつものようにさせていただきまして1800円です。